皆さんこんにちは、よろしくお願いします。安倍さん事件のことですが、よくですね、巷で、憲法改正のためにこの事件が起きたのではないかという、ね、ことが言われておりまして、はい、まあ、ちょっとそこは置いといてですね、憲法改正となると、そう、私、ふとね、人と話してて気づいたんですけれども、憲法改正するためには、国会議員の3分の2以上の可決じゃないか、3分の賛成ですね、失礼、3分の2以上の賛成がなければ通らないんですね、憲法改正ですね。憲法って100条あるので、その1条の中のね、どれかでもね、文を変えるとなると、国会議員の3分の2以上の賛成が必要になります。そしてその後に国民投票があるんですよね。そしてその国民投票っていうのは、我々成人の有権者、国民が、投票しに行く、その例えば憲法改正について、賛成か、反対かっていうのをですね、投票しに行くんですね。でそれで、国民の賛成が半分の以上、2分の1以上なければ、それでね、憲法がですね、可決されないんですよね。だから結構憲法改正ってすごい難しいんですね。国会議員が賛成しても、国民が半分以上賛成しないと、変わらないということですね。結局変わらないということで、これはいいんじゃないかと。いいじゃないかと思いましてね、確かにですね、この YouTube とか、ね、ネットとか、緊急事態、条項がですね、通っちゃうと危険だっていうことでですね、私も嫌です。緊急事態条項がね、通っちゃうとですね、すごいダメでしょっていう、要はね、日本ってロックダウンがないですよね。でロックダウンができることになるんですよね。でこの緊急事態というかですね、ロックダウンとかですね、このね、今現代の政府に任せられるかって言ったら任せたくないんですよ。ましてやね、これですね、これもね、もう言っちゃっていいのかな、これもね、義務化じゃないのにね、なんかね、いろいろね、今小学校とかでも問題起きてまして、搬送されて、熱中症になって搬送されてる子供とか いっぱいいますよね、大人もですけれども、これって政府の責任なんですよね。政府がこういう曖昧な態度を取ってるから、お子ちゃまたちがですね、熱中症で搬送されて、でまた教師の方もですね、取るとね、怒るみたいな、義務じゃないのにですね、怒るみたいな、そういう混乱がね、起きていますので、その混乱を止めることができないのに、この緊急事態条項をですね、通っちゃうとですね、今のね、この政府にね、判断してもらうっていうのはね、とても、もっとね、混乱を招くと思います。共産主義ですよね、政府の絶対共産主義みたいな感じになりますので、反対ですけれども、でももうね、憲法自体はもう70何年も経って変えなければならないと思いますので、確かに国民も、もうマスコミに、テレビで放送してマスコミがですね、賛成にね、誘導すると思うんですよ。でもそれはそれでしょうがない。国民がやはりね、力が、一人一人が力がなかったっていうのもね、感じのもね、しょうがないと思います。なったらなったで、その時かなって、思います。で、それでですね、あと昨日と同じことを言うんですけれども、本当にね、他の人思わないかな、他の人っていうか、医療従事者の方いませんか、お医者様いませんかっていうのをおかしいんですよ。で私はですね、自衛隊の訓練受けました。あれは軍事訓練って言うんですけれども、世界共通のですね。で他に別に私も、他の、警察官とかの訓練はね、聞いたことはないんですけれども、そういう命かけて、仕事するその公務員っていうのが、自衛隊と警察と、あと消防署
で消防隊員、ファイヤーマンですね。で、確か消防署も敬礼とかやるんですよね。で敬礼もちゃんとね、やり方がちゃんとね、角度とか全部決まってまして、でも1秒経たないうちにね敬礼するんですよね。で自衛隊も警察官も やってるとやってるんですけれども、で、そういう訓練とかですね、まあ、現場を経験した人、または現場経験者じゃなくても、まあ警察学校落ちた人とかですね、うん、まあ、ちょっとでも、まあ、勉強したことある人とかだったら、あの事件がおかしいっていうのが分かると思うんですよね、うん、まああとそれですよ、あと拳銃撃ったことある人、うん、とか外国でね撃ってくる人とかいるし、で趣味でねやる人とかもいるでしょうし、猟友会とかはまあもともと元自衛官の人が多いんですけどね、鹿撃つ免許を持ってる人とかですね、自衛官出身が多いんですけれども、まあ銃をね一度でも持ったことある人とか、警察学校落ちた人とかでもですね、警察学校とかでも勉強しますよね、なんか法律とかも勉強しますの でそういう人方が部屋さんのですね撃たれた事件がおかしいってね思わないのかなっていうのすごい不思議でですね、うん、医療従事者の方も今回 のニュースがですねおかしいってですね、なんで気づかないか私分かんないんですよね本当にね。うん、だから医療従事者の方いませんか、あこれは違う、警察とかの携わってる人が全員おかしいと思わなければならないっていうかですね、思わなきゃならないですよ、うん、っていうのは、まあ、昨日言ったようにお抱えの医者が近くにいなかったっていう話ではなくて、まあそれもねいないのもおかしいんですよ、その医師免許を持ってるSP、あ医師免許と SP って同時にできないのかな、いやできるかできるんじゃないかな、もう、うん、まあ、医師免許持ってるスタッフとか、絶対につけるはずなんですよ、うん、つけるはずよね、つけるはずと思うんですけれども、うん、でそういう問題ではなくて、その、スタッフに医師免許持ってる人がいたかいないかっていう問題もあるんですが、近くにねその 4人安倍部屋さんみたいなね4人の方、重要人物を我々一般市民に近づけるっていうこと自体がおかしいんですよね、うん、まあ、なんかのパーティーとかだったらもちろんね接触はありますよ、それこそねまあこれはいいか、森友学園じゃないですけどね、森友学園とかそういう交流会みたいなのがねあって、そういう接触するのはあるんですけれども、まあ、演説の時点ですね、外で、重要人物、国のね重要人物、国会、まあ、もう国会議員ですかね、国会議員を一般市民を寄せつけるってこと自体が おかしいんですわ、医療従事者の方いませんかって、昨日も同じ話なんですけど、昨日医療従事者の方がいませんかって言って、はい私医師でございますって言って、大丈夫ですかぐさんみたいなねことが起きるわけですよ、うん、だからスパイがねいっぱいいるんで、うん、だからスパイをね寄せつけない、ためにね、SP とかその私服警察とかねいるんですよ。あとですね絶対私服警察もねいっぱいいるんですよ。それですよ、私服警察、まあ、いかにも黒や紺のストライプ着た公安警察だけではなく、普段着をした来た警察とかもいるはずなんですよ。でそれでその周りにね変な不審人物いないか、またはですねその昨日私活動家みたいなことを重要的に言いましたけれども、頭のおかしいやつとかもちゃんとチェックしてるはずなんですよ、私服が、うん、だからそれがね行われていないっていうか、なるだろうがなんだろうが関係ないですよ、うん、絶対ね私服警察、スーツ以外のね私服警察が活動家以外も頭のねイカれたやつがいないかっていうのをちゃんとですね見て、でとまあ昔で言うとトランシーバーでですね、トランシーバーは今だけど交換してるはずなんですよ。
で、あと医療従事者、この国、国民ですね、この世の中に医療従事者が何名いるんでしょうか。まあ、最低限、まあ、お医者さんと看護師さん、まあ、現場のね、現場を携わってる人、看護師さん、お医者さんですね、何万人いるんでしょうかね、この国の、日本国内の中にですね、何万人いるんでしょうね。うん、まあ、医師、お医者さんっていうのは、直接、人とね、携わってるということで、まあ、詳しいはずなんですよ。うん、体のことに関しては医者看護師が本当にね詳しいはずです。勉強して、かつ対等じゃない、かつ人間の体を触って携わってるものなので、詳しいはずなんですね。で、その人方がそのニュースで流れてるんですね、その失血死とか、あと撃たれた銃のことは分かんないでしょうけれども、まあ銃、いや、それでもね、おかしいですよね。その傷口の、その方向とかですね、なんかね、上から撃たれたっていう説がありますよね。で、それはお医者、医師免許を持ってるお医者さんとかもあれと思いますよね、その角度とかでね。お医者さんは分かんないかな、看護師さんも、まあ看護師さんは、まあ、その銃の言葉は分からないでしょうが、その失血死っていうねのがおかしいっていうのが分かる、まあ、みんな分かるんじゃないかしら、その映像見たら、うん、この首がね、私が昨日言ったように首の血が少ないっていうのと、うん、死ぬまでの、多量出血ですね、うん、で多量出血を見たことある人はいっぱいいるはずです。うん、多量出血死とかも見たことある人もいると思いますしね。で、私もかつ病院で勤めていましたので、多量出血での人とかも見たことあるし、自分もなったことあるか、そういえばね、何リットルか忘れたけど、血がね、手術で血が、出ちゃって、死にそうに、ね、なったことがありますので、輸血してですね。で、その状態ですよ。何リットル出たのかな、私な。まあ、本当リットル的にもなんか、私もなんかね、覚えてて、このぐらい出ると人ってね、危ないんだな、みたいなね、わかるんですよね。で、口からね、あと、よく、吐血とか、吐血？吐血か。口から血バーテての吐血、とかですね。まあ、口からね、血が吹き出て、内臓がなんか破裂かなんかして口から出るとかですね、で出産時ですと子宮が破裂して、それで大量出血死とかなんかそういうの、看護師もわかるし、私もなんだ、昔人の、足がもげる瞬間も見たことありますので、まあそういうね、実際目で見たことある人方がニュースを見て、おかしいってね、なんで思わないのかなってね、思うんですよ。で、私はですね、軍事訓練も受けたことあるし、病院にも勤めてたことあるし、いや、これもあれもそれもおかしいだろみたいな風になるんですよね。で、そのね、なんで医療従事者の方も、ですね、ちょっとそういう、まあ軍事訓練受ける人はなかなかいないか、そういうね、ちょっと分かってる、ちょっとかじったことある人も気がつかないのかなってね、すごいね、思いますね。まあ、もうだからテレビ自体がおかしいです。はい、ちょっとテレビで思い出したんですけど、まあ、一昨日選挙だったんですが、国民民主党の玉木党首がですね、最近、テレビ見る若者いなくて YouTube 見てる若者が応援してしに来て、たくさん応援しに来てくれましたっていうね、発言をしてね、思わずね、笑いました、私は。はい、ということでした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。